の表面を半重力状態で走行するダイナミックなコースです。1では滝に対して逆方向に走りますが、ダッシュプレートが流れてきます。可能な限り踏んでスピードアップしたいところです。2でのグライドジャンプの後は分岐があります。カットを下入力して浮き上がっていけば上の洞窟に入れます。3は右に進むとダッシュキノコ所持限定でショートカット可能です。ダートなのでダッシュキノコを使わないと飛距離が足りず落ちてしまいます。 A 地点の連続ダッシュボード地帯はもちろん可能な限り踏んでいきたいところですが、あまり蛇行しすぎるのも良くないです。ダッシュに気を取られていると B の大きな左カーブのラインがダメになります。ダッシュ地帯の最後は右に寄ってジャンプし、カーブはアウト側からイン側に入るようにします。グライダー時の操作も非常に重要になります。上ルートの洞窟の入り口スレスレを通って可能な限り下ルートの奥へ着地するようにしましょう。そうすると次の B へのショートカットまでの走行ラインがほとんど直線になります。早めに降りるとかなりのロスになります。 B でダッシュキノコを使いショートカットします。その後の右カーブがほぼ直角なのでドリフト開始するタイミングが少し難しいです。キノコを使ってダートの中のジャンプ台直前からミニジャンプしドリフトを開始します。 E でもドリフトからミニターボを使います。ジャンプしている最中に思い切り右にハンドルを切って大丈夫です。